はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルジョビットは始めていきましょう。さあ、今回は5位浅草サンダーボルトですね、との戦いです。早速、ちなみにそうだ、チームの力を見ないといけない。まあ強いですよね。まあ確率に勝っていくためフルメンバーでいきます。前回は練習試合をお届けしました。今度こそあれですね、本番ですね。公式戦、これは勝ちたいんやってことで、なかなかあの難しいですよね。ワントップか。同盟機とかあまり強くないかもね。でも油断は禁物。とにかく勝つことが大事。勝率はアウェイながらやや上回ってますが、果たしてどうかな。そういえば浅草って言ったら、昨日東京に行ってきて、浅草でバス乗ってたら、ちょうど雷門の前通過したんですが、浅草駅からずーっと人がいっぱいでしたね。いやー、浅草ものすごい観光地ですよね。さすがにびっくりしました。危ない危ない、いきなりから怖いですね。台東区は上野もありますからね。盛り上がりがすごいです。空中戦、あれ？これってどうやって選手出したり消したりするんかな？お、これ見てくださいよ。雷門があって、これさらに中ありますよね。緑！よっぽどローカルメイター。スタンドなんでしょうね。やっぱり浅草寺って人気ですよね。特にインバウンド向けには。これはコーナーキックになります。お、先取点です。素晴らしい。まあ当然だろうとは思わないですね。ごちゃごちゃしてますね。さあ、これ大広角です。こういう風にしてすることで、まだあんまり消耗しないですね。35分経過です。緑、
おっと、これは不用意に渡してしまってはいけない。慎重にくるみ。さよ、緑飛び込んでこい。前半終了。設定って変えられないのかな。と幸子がちょっと、まどかがちょっと疲れてる。ただもうちょっと待ちたいよな。まあ幸子だけは変えましょう。ピンチらしいピンチがないっていうのはいいですよね。何か触った時に動かしちゃったのかな。出たまんまになってます。さあ、これはキキョンが取ります。さあ、ミを取り返す。窓か。待望です。素晴らしい。これは大きいです。追加点。選手交代しましょう。エリカを取る。守備の方ですよね、大事なのは。何とかなかな。交代はこれ使い切りですね。あ、交代してくれない。残り5分です。さあ、試合終了です。危なげなかったですよね。
ですが、今日の裏をついて入れてなんとか。決めました。お、課題もいただいてほぼ完璧な結果だったんではないでしょうか。